さあでは早速お話を伺っていこうと思いますが、まずは山崎さん、今回初めてそのコメディ初主演だったそうですけれども、はい、実際に演じられてみていかがだったんでしょうか。あと撮影中大変だったことはどんなことがありましたか。本当に僕は心の中で突っ込んでるっていう設定なので、どうした？いいよ。わかるよ。皆さん、この皆さんの、ボケを、なんていうんですか、耐えるのが、笑いをこらえるのが、難しかった。正直、笑っちゃって NG だった時ってありました？なんか。結構笑っちゃってて、笑っちゃった。かわいいね。いいよいいよ、続けてごめんごめん。でも笑っちゃいけない役なのにね。笑っちゃいけない。そうだそうだ、笑っちゃいけない役だもんね。そこの二人あんまり喋んないでね。でいいじゃん、別に。またなんでマイク持ったんだよ。なんでマイク持たしたんだよ。そうだよ。なんでマイク持たしたんだよ。ほんと俺らが喋り出すと、ほんと怒られるから。そうだな。それは君が嫁に怒られるだけだろ。違うよ、結構書かれんだよ、記事で。マジかよ。じゃあ、もう俺ら3人が喋りすぎて、山崎健と喋らなかったみたいなこと書かれんだよ、最初。よし、わかったわ。この端っこの端の。お前もう喋るやめよ。じゃあ今、ケントが喋るからね。喋る。山崎ケントが喋る。こんな感じでずっと撮影中、もう、皆さんがもう、笑わせにかかってきたりするわけでしょ、だってもう。そうですね、そうですね。はい。なんで今、どうせ、どうせ、笑わせに来てるですもん、だって。特に誰が一番厳しかったですか。そうね。いや、みんな厳しかったですけど、でも、すごい、ムロさんは、僕が映って、僕だけ映ってて、ムロさんが映ってないところでも、本気で、全く、一回やったことと違うことをやって、僕、慣れてなくて、全然、ほぼ笑ってましたね。スンってした顔しないといけないのに、ほとんど笑っちゃう。それ使えなくなっちゃって、もう一回やんなきゃいけないっていう。あと、なんかうまく使い回しとく。監督、どういうことですか？真顔の部分を、うまく。いや、ちょっと笑う。ってるところは多分ね、気づくかどうかわかんないですけど、2箇所ぐらい使ってるんですよね。ちょっとよく見ていただきたいのが、ダブルケント、このお二人、山崎各の絡みがあるんですけど、はいはい、もう各ケントがもう、笑うまでやるぞっていうテンションで言ってる場面が一つだけあるんですよ。そこの山崎賢人の顔だけはちょっと細かくチェックしておいてもらって。でも監督はその今回その採掘をやっぱり山崎賢人さんっていうのが一つの条件だぐらいの。そうですね。でした。はい、で今回改めていかがでしたか。いや本当に素敵でしたよ。本当にコメディアンとしてなんかねさ、本当実際初めてだと思うので、コメディ本当向いてるなと思いました。本当にこれから何度もご一緒したいなという気がします。あら、いいじゃん。はい、ね、はい、まあ今日はルパンみたいな感じしますけど、過去はあれですけど、ルパン言うな。そして橋本さん、はい、橋本さんはそのまあ最近密かに思い寄せる学園のアイドルでありながら、とんでもない妄想が炸裂しまくるっていうね、これもちょっと新しいヒロインだったと思うんですけども。そうですね。はい、いかがでしたか今回。もうなんかすごいキャラですよね、テルハシココミって。なんて言うんですかね、なぜかこう自分のことが宇宙一可愛いと思ってる、ちょっとひねくれた子なんですけど、でもね、カッカンはどれくらい思ってる自分のことは。ああ、気になりますね。確かに。いや、私なんてそんな全然。いやそんな、かわいいよね。かわいいね。かわいい。あ、今すいません、この話振るなっていう顔されてます。出ません。はい、ごめん。この話。してない。この話振るなよって顔が。してない。オフだよ、オフだよ。オフだよ。オフだよ。オフ。オフ。だからさ、カンカン、まだみんな見てないから、カンカンがこの中でどんな芝居してるか知らない。そっか、見てないの。これからです。見てないもんな。これからです。あ、これからなんだ。これから。これからこのお客さんたちみんなドキモノかれるわけですよ。いやー。だから今オフって言っても、まだ、原作の伝わらないことがある。だってオフって書いてある。クッションも書いてあるじゃん。ケント君に。ケント君オフって書いてある。ね、オフ。ね、本当に。オフ。吉沢亮、微笑み王子って言われてるの。はい。微笑み王子。なんかね、言われてるんです、俺。全然笑わねえじゃん、だって。笑います、笑います。すごい笑いますよ。笑わ。もう、にこやかに。笑わねえよな、全然笑わねえよな。
お笑った、おりょうが笑った。うわぁ、おりょうが。おりょうが。フラッシュの数がすごい。すごいね。一気にすごいね。フラッシュの数がすごい。取らなくていい。取らなくていい。いやいやいや、取らなくていい。取らなくていい。取らなくていい。いい感じに吉沢亮に喋らせたんだよ。ちょっとフラッシュの数がすごかったから、ね、ちょっと嫉妬しちゃったの。ちょっと嫉妬しちゃったよ。で、皆さんの演じたキャラクターも聞いていきたいんですけども、新井さん。新井さんはバカ、もうバカっていうキャラクター。そうですね。すごい、はい、あと髪型も含めて、あの、ケツアゴもすごい見た目をしている。そうですね。はい。まあ、原作通りやってますよ。あれも全部地毛でやった。地毛です、地毛です。あ、顎は自前でやろうって。顎自分自前でしました。できるか、ゼロ。バカ野郎。お前ら、飲み屋じゃない、飲み屋じゃない。やめろ。いや、ちっちゃい子も、ちっちゃい子も来てんだから。完全居酒屋の手の動きをやめなさい。いや、昨日でしたっけね、一昨日ぐらいになんかあのゆずさんのやつでこうニュースになったの。そう、ありました。あら、ひろふみケツアゴだけですよ。もち何これと思ってそんな説明あるかいっていうね。まあそんな感じでも本当見た目、はい、あのまんまですからやらせてもらいましたよ。ちょっと微笑みひろふみやって。微笑み、あ、見たい。微笑みひろふみ、かま、カメラ構えて。微笑みひろふみの、あ、優しい、かわいい、優しい、かわいいね、優しい。いや、笑ってるとね、一回えなり君と間違えられたんですよ。すいません、ほんと。あれ、可愛いな、微笑み王子、ひろふみ。一旦ここからフラッシュは、一旦また後ほど時間ありますから、お控えください。ああ、そう、フラッシュでちょっと測れなくなっちゃうね、度合いがね。吉田さん、改めて今回演じてみていかがでした？あの、中二病っていう。はい、最高でした。最高でした。なんか、今までの役者やってきた人生で一番のハマり役だなと、勝手に思ってます、僕は。いや、本当そう思いますよ。確かに。本当に。はい、あんた、だいぶ調子こいてたもんな。すごかったですね。なんか、やっぱ自分の中に中二病いるなと思って。自分の中にあるものしか使ってないですもん、あれ。芝居。じゃあ、あるね。確保なんで。あるね。はい、うん。超楽しかったです。本当に。楽しそうでした。あ、で自分でも多分いろんなものを考えてきて、その場で。降りてくるんです、芝居してると。かっこいい。いやいやいや、でもマジでそうだと思う。そう、本当に動きとか降りてくるんですよ。すごい、すごい動きですよ、なのね。すごい、え、あれ全部あの自分発信だな、あの動きは。そうです。そう、あ、そうなんだ。よく福田さんが好む動きだから、福田さんの演出だと思ってました。福田がやらしたと思った。全然勝手にやってました。マジか。はい、好き勝手。飛び立つ時とかもう適当なこと自分で、ね、ギャラドスクラドスとわけわかんないこと言う。何言ってんか、もう途中で自分で笑ってますか。分かんないよね。予告もあったかもしれないですけど、ここ3人でね、屋上でそう やるシーンがあるんですけど、うん、そこがね、もううち吹き、何回もこう、ねえ、ほら、あそこ普通にだって、ケント君も何度も笑って、何回も笑って、3回ぐらい NG になってますからね。はい、じゃあ、あれもだって、もう、りょうくんがこう走ってくるだけで面白いわけでしょ。マジな顔して。分解。そう。マジ。肩を揺らす。コードネームを名乗るために5秒ぐらい使うから。すごい間を使って言う。あれは最高に楽しかったです。で、僕のベースの周りをすごい楽しそうに、いやー楽しいわ。いやー楽しいわって言いながら。それ珍しいね。銀玉では一度も見なかったです。いや。銀玉とは全く真逆のキャラでしたからね、キャラがもう。本当に。銀玉であれで緊張してた、吉沢亮が。まあ、羽ばたきました、この映画で。この後、楽しみ見てください。そして、笠原さん。はい。超熱気です。皆さん、ヒデですよ。ヒデですよ、皆さん、こんばんは。2階席のこんばんは、ヒデです。こんばんは。何キャラそれ。入り口間違えちゃったから。今回、超熱血キャラ演じてみていかがでしたか。熱血キャラなんですけれども。僕自分の体で一番好きなところがあって、昔から。お、はい、それがお尻だったんですけども。あ、マジか。本当に大好きだったんですよ。あ、じゃあ自慢のお尻なんだね。僕が見ながらいつもいいなーと思ってこうやってやってたんですけど、今回この廃炉ができて本当に嬉しいんです。やったね。ようやく一番の僕の売りを見てもらえる皆さんに。ありがとうございます。ねえ、はい、2回見れるもんね。2回見れます。2回中うち1回勘定してるから。はい、僕の生尻。そうなんだ。確かに綺麗だったな。いや、確かにあれ本当プルンとしたお尻。ええ、本当に僕綺麗なお尻なんですよ。そうですね。綺麗。よかった。
この後2回見れますから。はい、見れます。そして角さん、あのさっき私、はい、名前あの角ポンタって言っちゃったんですけど、はい、そうですね、角ポンタになりました。改名したんです僕。はい、あの戸惑ってる戸惑ってる、みんな戸惑ってます。どういうことどういうこと。いやでも あそこにも書いてあるんですよ、ダブルケントさんはなんて呼び合ってるの。なるほど。あの結構問題になってまして、うん、あのケントケントじゃないですか。ああ、なってる。でね、うん、先ほど、うん、そうです、あのですね、あのこれ説明しちゃっていいんですか今。あ、もういいです、いいです。そしてね、あのこのサイキクスの番宣番組っていうのが10月の頭ぐらいに放送されるし、はい、日テレでね、うん、でそこで、本当のケントはどっちだ対決っていうのをした、今日の午前中に撮らせてみました、はい、でちょいとした勝負を3本勝負でやりまして、はい、負けた方がポンタになるっていう、撮影をさせていただきまして、3本勝負いたした結果、各ケントが負けましたので、うん、今日から、サイキクスオに関するイベントすべて、初日舞台挨拶いたるまでずっと各ケントはずっと各ポンタに おポンちゃんなるということになります。各ポンタこそ各ポンです。各ポンってこう親しみな感じで呼んでくれれば嬉しいです。各ポン呼んでる呼んでる呼んでる。ポンポン始まった。これ各ポンの得意技だから。もう一回もう一回ちょっともう一回ポン。かわいいでしょ。かわいいかわいい。もう一回回すちょっと。もう一回ポン。かわいいでしょ。ケントケントケント、今までに全やったこと全部ヤングフランケンシュタインで見た。そういうこと言わない。見たやつだ。結構考えなきゃいけないやつ。じゃあこれからそのサイキクスの関連は絶対ポン、各ポンって呼ばなきゃいけないってことですね。それ決定ことですよね。そうですね。もうポン。それ毎回説明されるんですか、各ポンの説明。いやもうこれきりです。あ、スルーなんだ。スルーそうですね。そんな毎回、はい、危ねえ、打ち負けてたらヒロポンだからね。いや全然乗ってないから。まあもうさ、いや引っ張られて怒られて、ちょっと大人すぎましたね。ちょっとね大人すぎましたね。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 そうですね、あんまり結構変な顔を福田さんによくやらされるんですけど、はい、うん、今回は初めてちょっと支障が出まして体に、うん、目に力を入れすぎて物笑いができるっていう、あ、ちょっとしたダメージを初めて、え、そんな目に力入れたら物笑いになるなっちゃったんですよ。なんかバーンってバーンってすごい、びっくりしちゃった。いや、だいぶ頑張ったもんね。頑張りましたね。でも僕も本当にあの銀玉の時はあんまり弾けられなかったんですけど。出てねえだろ。お前出てねえだろ銀玉。出てねえだろ。出てじゃないよ。出てない。出てねえよお前。むしろ先を聞けばよかったわ。むしろ先を。もうちょっと聞きたかったね。ありがとうございます。はい。ブロさん。はい、さん今回マジシャン役。はい、ありがとうございます。まあ、マジシャン役、松崎さんおっしゃってましたけど、うん、なんかまあすごいすごいマジシャン。そうですね、全くできないようでできるようでできないようでなマジシャン役ですけれども、非常にあの全力でやらさせていただきましたけれども、ムロツヨシ。なんだそれ、なんで笑ったの、なんで急に笑ったの。ムロツヨシ結構今真面目なことしか言えなかったなって。一応自分で笑っていた。自分で笑ってました。笑い欲しかった。マジシャン役をやりました、ムロツヨシです。よろしくお願いします。勝ってるよ。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいってね。ちょっと待って、ちょっとムロさん、かわいくはないよ。かわいくはない。いや、本当かわいくはない。かわいくん、それ君たちが本当におかしいの。本当にそれ君たちがおかしいの。かわいくないの。かわいくない。そうだよ、ちゃんと違うのって言ったら、手を振らなくていいの、違うっていうやつだから。ありがとう、でもありがとう。マジシャン役だからね。マジシャン役だからね。一気に汗出てるからね。もう違うの、かわいいじゃないの。かわいくないの。ほくろに触らせてやりたいね。触ったって何も出ないよ。ほくろ触っても何も出ない。そして佐藤二郎さんはエロ校長っていうね。そうなんです。ええ、はい、はい。俺見て二郎さん大好き。俺は可愛くないでしょ。可愛い。どこに二郎さん大好きいんの？真ん中の真ん中の二郎さん大好きって。どうした？まあただどうしたってどういうことだよ。どうもしてないだろ。まあちょっとおいど。あとあとあの滑舌悪いんです。なんて書いてある？
ちょっと悪いアドバイス。もうちょっと、リュウさん、私、滑舌悪いんですけど、アドバイスください。好きにしろ。いやいや、アドバイスもらったね。よかったね。ねよかったね。好きにしろって言われてね。はいはい。滑舌悪いってね、よかったよね。はいはい。